ぞ。キリン流ビジネス書の解説。本屋さんにあふれるビジネス書、あちらこちらで展開される交流会、みんながトップを目指し成功者になろうとしている。そんなアホだね。2番目で光る人もいるし、裏方さんでキラリと光る人もいて、いかに自分のベストポジションにたどり着くか、そっちの方が大事なことだと思うんだけど、いろんなところに出かけてたくさんの人に出会うのは素晴らしいけれど、それで満足してても名刺ばかりが増えるだけ。誰かのお招きから入るのも一つの戦略でもね。ここでもやっぱりただ真似しているだけじゃ身についていないから、なんとか試行錯誤して自分スタイルに変換しなくちゃ。自分の外側に綺麗な羽をつけているだけじゃ、いつまでたっても飛べないですよね。さあ、前半の真面目なビジネスの話から、後半はちょっとゆるりとね、このお天気のようにふわーっとね、今日ちょっと春のような日差しで。さあ、キリン流のビジネス書の場合は、本のタイトルも、それから書いた方のね、お名前も申し上げません。内容からキリンがこれはこういうことなんじゃないかということでね、ご紹介したいと思います。あ、また紹介が遅れました。今日はブラックな感じでね、本日で最後になりますって言ってるんだけど、いやお隣にはアシスタント、とても無口なアシスタントの方をいつも毎回ね、ヤシさんにね来ていただいて、今日はこれがあるからちょっとちょいちょい挟むんだよね。先週なかったのであたふた。何回かこの、7月から5ヶ月間の間に、まあすっごい難しそうな、なんじゃこれはっていうみたいな本を持ってきてお話ししたこともあるし、あと、あ、なかなか、そういうつもりでやってこなかったけど、この意味ってこういうことじゃないのっていうのが分かるような本もあったし、で今日はね、ビジネス書というか、まあでお仕事ができる人の仕事の仕方的なことが書いてある本だったのね。これって仕事だけじゃなくていろんなことにつながるんじゃないのと思ってね、これはこの本のことは、ね、人に言ってはいけないって、なのに本を売ってるのって不思議だけどね、そういうので書いたくなるんだろうね、自分だけが知りたいとかね。でね、まあ大体会社とか何かこうグループになるとルールがあってね、そのルールにこう基づいていくといいよみたいなことが全体に書いてあって、ここにね、何が難しくて何が問題なんだっていうのも最初にね、問題はね、まあ、例えばその人がマネージャーだとしたら、問題は君がマネージャーらしくないことだ。だから、それらしくなってないよっていうことを言ってるんだけど、それがルールっていう形にすると、マネージャーらしさというルールをいろいろ決めていけば、そのようにしていけばその人がマネージャーらしく仕上がっていくみたいなことなんだと思うね。でね、例えばね、ルールを守るということは私は別の人間にならなければならないってことなんですかって質問が書いてあって、いやそうじゃないですよって、態度とかね変える必要ないですよ、性格や価値観を変えることもない、あなたはあなた自身のままで今よりさらにうまく立ち回ってさらに成功することになるだけですよって書いてあるね。で、ルールを学ぶのは難しいでしょうかって質問もあって、いやそんなことはないって、仕事の合間にでもいろんなこと、そのルールを一個一個読んでいけばそれに習っていけばいいことだからみたいなことも書いてある。で、全体的にいろいろ目次でね、順番にいろいろ、例えば誰よりも成功を出すための14個のルールだとか、他人に好印象を与えるための9つのルールとかっていろいろ書いてあるんだけど、まあ一番ね、第1章っていう一番最初に書いてあるところがすごくね、いろんな、なるほどってことがいろいろあったので、ここをちょっとご紹介したいなと思って。でね、まずは自分の存在感を際立たせる。みんなの中にいて埋もれていたのでは気づいてもらえないよね。どんな人でどんなこと
であるかっていうのを見せたり自分で言ってみたりとかでね、これも私はビジネスの世界ではいなかったけど、あるちょっと特殊な芸能界というところにいて、まあ出る側だったので、自分が目立つ存在であることだったり、その相手が求める存在になるっていうことを自然に子供時代からその場に行けばしていた。あ、このことだなって当てはめたんだけども、で一番はね、仕事をうまくやる一番の方法は仕事に全てを捧げること、これしかないって思うこと、まず続行になるというか。で私ね、まあ8年ぐらいこの番、クリスタルだけで言えば5年丸5年経って、本当にここ数年で思ったことがね、まあ頑張る頑張らないっていうの、本気になろうよっていう言い方をよくしてたんだけど、その本気になったかならないかっていうのって、本気になってない人のことを言って説明をすると、お客様のままなの、まあ、一応役割というかポジションというかを決めてあげると言いやすいので、コンシェルジュさんとかコーナーさんとか担当さんとかっていう形をつけていって今の形ができているんだけど、それでもね、コンシェルジュさんというお客さんのままな人が多いの。要するにチームの中に入って、その中の一人のコンシェルジュさんと思えば、もっと全体を見回してみたり、見てないところを見て自分がどういう位置であるかって考えるんじゃない。じゃなくて自分の持ったその時間、5分だったら5分だったり15分だけを見ていくコンシェルジュお客様、コンシェルジュコーナー担当さんが多いなってことに気づいたの。ここだと思って、本気本気か本気じゃないかのスイッチの以前に、お客さんのままじゃなくて、せっかくここでやるって決めたんだから、やる側、発信する側、伝える側にならないとダメじゃないって思ったのね。あとね、変化して成長し続ける人になるっていうのもその一つルールに入っててね、これもね、まあ時々いろいろ整理する時があってね、今まで一緒にやれてた人たちがやれなくなる時があるのね。それはいろんなその人たちの理由なんだけど、大体がね、成長して変化していく人たちと、変化を受け入れられない人たちに二分化するっていうか、で変化を受け入れられない人たちは、あなたは変わってしまったっていう意味をいろんな形で言うのね、うん、ひどいとか、えって何かって成長してるのにって思うんだけど、それを手を返しなおかあなたはひどいってことをしばらく言い続けて、ひどい言葉も言って離れていく。それあるパターンがあるのね、不思議なんだけど。だから別にがらり 100% 変わらなくてもいいと思うし、少しでもいいから、やっぱり人って昨日とは違うわけだし、明日また違うわけだしね、それを受け入れていくことって一つの、なんか人として生まれて何かをやろうとしていくときに、やっぱりすごく大事なことなんじゃないかなっていうのが書いてある。わかるって思いながら読んでそして3つ目、仕事を引き受けるときは慎重にって、うん、だからまあこれって自分のことが分かっていないと、自分がどのぐらいできて、何ができて何ができなくて、得意で不得意でっていう自分が分かっていれば、引き受けられることとちょっと無理かなっていうことが分かるから、その一番自分に近いところを相手に言えるんだけど、やっぱり自分が見えてないとできないのにできるって極端に言ってみたり、全然できるのにできませんってなっちゃったりとかがあるから、だからここもやっぱりね、ここ自分自身が、確率とまではいかなくても自分をやっぱり知っておかないと、選択肢がいくらあってもできないんだなってことをすごく感じたのね。なんかすごい今日真面目にドキドキしちゃうちょっと曲挟まった。
キュキュしょっとじゃあ今日はね、ヒット歌謡曲の、からいろいろ選択しているんですが、いいですよ、また歌いたくなりますよ。浅田美代子さんの赤い風船、聴いてください。いやすごい、聞きちゃいましたね。面白いでしょ、わかるって思う、ね、まだ3つまでしか言ってないですすごい、うん、違う番組でこうまたヘイブのこれやったりしてね、しちやろうぜどうしてやろうかそっちで、あ、それやってもいいね、すごいすごい、あれこっちじゃなかったねみたいあ、そうしようかな、そうなんですよ、私、あ、メガネ違うと思って、そういうとこですよね、出ないって言っても出てるんですよ、そうそう、そう見えないところで、これ結構美味しい、いや、すごい美味しいじゃん、だからそれ分かる、分かってくれる人と、すごい扱いをされるっていう人と、アシスタントなんかまさしくそう。手伝いって思うんだけど、うん、こんな美味しいごちそうね、みんなに知ってもらってさ、うん、存在感で、しかもなおかつリスナーからは見えないじゃないですか、だからすごい想像がかきたてられるんですよ、どんな人なんだろう。でもももちゃんも最初の頃はあのヤギの後ろに隠れてたのは分かってなかったもんね、私もでもそんなイメージだった最初、うん、分かってからやっぱりいろんなこと自分でやるようになってね、本気のね、また涙もののねストーリーを始めてくれたおかげだし、私もこらえてますよ、道田さんのブーランドの後じゃないですけどやっと届いてきた嬉しい